コブルーダー・ビング、リーベク、ロックシュプール・レイ、ジョージ・ザ・フィーフス、カリフォルニア、1922。淡水車はオリジナルではない原冬機と A 車機。1920年代に作られた2台のビング製真中の蒸気ローラーと、シャーナーによって作られた定置式模型蒸気機関模型。ビングはかつてドイツにあったガング模型メーカーである。ビングはニュルンベルクで1863年に ドールハウス用品メーカーとして創業した。20世紀初頭に世界最大の玩具メーカーとなり、ニュルンベルクの工場は当時世界最大の玩具工場であった。玩具だけでなく事務用品、電気製品も生産した。その後、蒸気模型やエンジン模型、鉄道模型に参入した。財政危機により1932年に会社は生産され、一部の製品は他社に引き継がれた。 日本語では、ビング社、または、ビング兄弟社などと呼称された。現在では、縮尺1、43のミニカーや、自動車などのエンジン部品メーカーにおいて、ビングの名が残っている1863年、ニュルンベルクにて、イグナツ・ビングとアドルフ・ビングの兄弟によって創業された。当初は、ドールハウス用の金属製の台所用品を製造していた。 1880年、ドールハウス以外の玩具の製造に参入した。1880年代に、鉄道模型市場に参入した。メルクリンがいくつかの標準的な規格を定めたとき、ビングも加わった。1895年に 7mm スケール、機関11、4インチのオーゲージと、機関21、2インチの3番ゲージを発売した。20世紀初頭、 鉄道模型市場での占有率においてアメリカのアイブスを抜き去り1910年までトップシェアを保った。1914年、競合するメルクリンの従業員数は600人であったが、この時ビングは5000人を雇用していた。第一次世界大戦により輸出市場から締め出された。1916年、アメリカのアイブスと AC ・ギルバートが玩具製造会社協会を設立して、 ロビー活動を行い、アメリカにおいて、海外の競合する企業から、ガング産業を保護するように働きかけ、その結果ドイツ製ガングに35%から70%の関税がかけられた。1918年、イグナツが死去し、息子のステファン・ビングが社長となった。1921年、シアーズによるカタログ販売で、 アメリカ市場に再上陸したが圧力をかけられて苦戦したためアメリカンフライヤーと組んでカナダで展開を行った。同年、イギリスのバセットロークの下請けでオーゲージの半分の3 5ト、mm、ルスケール、機関後8インのオーゲージを製造した。1922年にはビング独自にビング卓上鉄道の名称で発売した。1923年までのトレードマークは ひし形の中に GBN と書かれているものであった。GBN はゴブルーダー・ビング・ニュルンベルクを略したものでビング兄弟・ニュルンベルクを意味する。1924年から1932年までは右に倒れた B のもとに W が配されたマークを使用していた。これはビングワーカーを略したものでビング製作所を意味する。百二十七年財政危機に陥りしてファンは 会社から退いた。その後ステファンは、ニュルンベルクの合同玩具工場、アンドレアス・フェルトナー &J ・ハフナーの後継者、有限責任会社の株式を、ジーク・フリート・カーンと共に買い占め、同社において1930年に、金属製組み立て玩具のトリックスメタルバウカステンを、1934年に、鉄道模型のトリックスエクスプレスを開発した。1932年に、 会社は生産され、鉄道模型部門はライバル会社であったバブに買収された。エンジン模型部門は小型エンジンメーカーのフリッツ・ヒンターマイヤーに買収された後、1937年にフリッツ・ヒンターマイヤーはビングキャブレターと改名した。ビングキャブレターによって蒸気模型やエンジン模型などが1945年まで製造されたが、同年の空襲でニュルンベルクにあった。 ビングキャブレターのすべての工場は怪人に返した。戦後復興し、船舶用エンジンや自動車用エンジンの部品を製造した。2006年には、ビングキャブレターは、ビングパワーシステムと改名し、自動車用のエンジン部品やキャブレターなどを製造している。2010年にミニカーメーカーのブレキナが縮尺1、43のミニカーのブランド名として、ビングを復活させた。 広範囲にわたる種類の玩具を製造していた。人形公然とケテクルーゼの人形を模倣した製品を製造していた。テディベアシュタイフのテディベアを模倣した製品を製造したが、シュタイフとの競争に破れた。鉄道模型3番ゲージ、1番ゲージ、大ゲージ、大ゲージを製造した。大ゲージのビング卓上鉄道は1932年まで製造された。 このビング卓上鉄道は後にトリックスから発売されるトリックスエクスプレスの前身とも言えるものであった。ありがとうございます。